はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から FGO の動画撮っていきたいなと思います。今回はみーたろうさん企画のワンドロで、まあみーたろうさんと対決していきたいなと思います。で、まあワンドロっていうのは何かっていうのをまず軽く説明していきたいなと思います。ワンドロっていうのは、まあ今から単発引きます。で、自分も単発引いて、みーたろうさんも単発引きます。で、どっちの方が引きが良かったかっていうのを勝負する対決です。で、まあ勝負で勝った方は、まあ勝ち。負けた方は、まあ、あれだね。罰ゲームが待っているということで、まあ自分としては極力負けたくないって感じですね。で、まあその投票方法なんですが、みーたろうさんのツイッターの方で、投票のアンケート取っておりますので、そちらの方で、まあ投票してもらえたらいいかなと思います。で、投票する際の注意点としては、ちゃんとみーたろうさんと、俺の自分白銀の鳩の動画を見てから、投票お願いいたします。で、その、ツイッター、みーたろうさんのツイッターとみーたろうさんの動画に関しては、概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらからご視聴よろしくお願いいたします。では、まあ特に何も言わないんでいきましょう。いやー、もう単発は俺負けない気がする。最近単発しか引いてないからね。セイバーだったら嬉しいな。え？あ？え？え？え？これ。ちょっと待ってね。まあ、入手順。あ、タネビが。え、マルタさん。はい、マルタさんですね。いや、嬉しいんだけど、もう最近ちょっと自分すり抜け多いから、なんか、まあ、けど星4出たけど、なんとも言えないな。なんか悲しいな。まあけどあっちでみーたろうさんが星4か星5出なかったら、こっちのほぼまあ勝ち確だから、なんかこれで勝つのもなんかってなる気がするけど、まあいっか、まあいいや。ということで、今回ここで終わりにしたいと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。勝ちたい、俺は勝ちたい。できたらみーたろうさんは悪い引きをしてほしいと願いながら終わります。それでは、バイバイ。